ホッチャ県はイタリア共和国、プッテア州に属する県の一つ。県とはホッチャ。プッテア州の北西端に位置する県で、南にバジリカータ州、南西にカンパニア州、西にモリーゼ州と境界を接する。北東側はアドリア海に面し、ガル川の半島が突き出している。面積は約6900キロ平方メートルで、イタリアでは ボルツァーノ自治県に次いで2番目に広い県である。隣接する県は以下の通り。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口3万人以上の都市は以下の通り。プッテア州の地方平坦な地形である。プッテア州の中では山がちな県である。県東部はアドリア海に対して突き出した地形となっており、ガルガーノと呼ばれる。ガルガーノにある カルボ山は州の最高峰である。アドリア海上にはトレーミテ諸島がある。県西部にはアペニン山脈から連なるスワッペニーノダウノがある。県中部にはタボリエレデッテプーリエが広がっている。2008年に県南東部の3つのコムーネが県から分割され、隣接するバーリ県の7つのコムーネとともに新たにバルレッタ・アンドリア・トラーに県が編成された。県には 世界遺産として以下がある。ありがとうございます。